こんにちは、エヴァツタケシです。今回は、そのままの自分を否定しないように気をつけるというテーマでお話ししていきたいと思います。自分をダメだと否定することで、自分を苦しめることになります。お金がない自分はダメだ。すぐに怒る自分はダメだ。などと自分を責めることで、嫌な気持ちになります。そして、そのような自己否定を繰り返すことで、 心の状態が悪くなっていきます。精神状態が悪くなると、ますます自分の嫌なところばかりが目につくようになります。ここもダメだ、あそこもダメだと否定し続けることで、ダメなところばかりの自分という自己イメージが形成されていきます。自分をダメだと思い込んでしまうと、他人の目が気になるようになります。 そんななにに見たた目の悪いい。自分がおしししゃれをしたらバカにされれをらさるかもしれない学歴のない自分が自己主張したら調子に乗っていると思われるかもしれないなどと自分がどうしたいかより他人にどう思われるかを重要視するようになりますそしてバカにされて傷つきたくないという思いから自分のコンプレックスを克服することに必死になります他人からよく思われるために 自分を変えることに忙しくなり、自分を楽しませたり、喜ばせることを忘れてしまいます。自分の心を満たすための行動を起こさなければ、自分を幸せにすることはできません。自分をダメだと否定することで、そんなダメな自分を変えなくてはいけないという思いにとらわれるようになり、自分らしく幸せに生きていくことができなくなってしまうのです。 大切なのはそのままの自分を受け入れることです。自分の見た目が嫌いだ、自分の性格が嫌いだと否定することで自分を苦しめることになります。そして自分が生み出した苦しみから解放されるために自分を変えなくてはいけないと考えるようになります。しかし実際には自分を苦しめているのは自分の見た目や性格ではありません。自分が苦しいのは 自自分で自分ででを否定すするからですだから自己否定をやめることで自分を苦しみから解放させることができますしかしこれまで長い間自己否定を続けてきた人が突然自分を大好きになるのには無理がありますこれまで長い間自分の見た目を否定してきた人が突然私の体型はなんて美しいんだ 私の顔はなんて可愛いんだと無理やり思うとしたら思いっきりいやそんなことはないと抵抗する自分が出てくるはずです結果としてますます自分はダメだという自己イメージが強固になってしまいますなのでまずは自分の嫌いなところを無理に好きになろうとするのではなくこれも大切な自分の一部だと思うことから始めていきましょうそして そのままの自分でも幸せになれるから大丈夫だよと語りかけて自分を安心させる習慣をつけていきましょう。もちろん自分の見た目を良くしたり自分の性格を良くする努力をするのは素晴らしいことだと思います。しかしそのような努力をする目的はあくまでも自分らしく幸せに生きていくためということを忘れてはいけません。自分にできる範囲で自分を向上させていきましょう。 自分を幸せにするためという目的を失った自分を変えなくてはいけないという思いはただの自己否定になり自分を苦しめるだけになってしまいます自分を変えることに必死になりすぎて自分を幸せにすることを忘れないように気をつけていきましょう今回も最後までご視聴していただきありがとうございますまた次回の動画でお会いしましょう エバツ猛でした。